こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります、ワルソネコのタックスです。前回ジェーンレフロイの髪をストレートにさせていただきました、はい、で今回も前々からとにかく質問が多かった縦ロールを巻いていこうと思います、はいはい。まあ、やり方としてどうやってやってるんですかっていうのがあるけど、はい、まあ、今回私たちのやり方プラス、はい、その道具の作り方、そうですね、そこに触れていこうと思います。とにかくあのこのポリプロピレンの紙っていうところもあって、はい、多分癖がつくのは早いだろうなっていうのは思っていたので、ね、そこの検証にもなるかなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。でまず紙を巻くためのロッド作りというか、はい、もうこれあの100均で売っているタピオカ用のストローですね。そうです、最近入手がしやすいね。そうですね、もうこれダイソンに行って買ってきたんですけど、うん、これをまずあの長いのも必要なんですけど、短いのと中ぐらいのを作ります。だいたいうちは7センチぐらいにいつも切ってるけど、そうですね、この短い方が7センチぐらいを作ります、うん、でもう1本はもうそのまま置いときます。はい、で今2つに切った方のストローですね、はい、これを縦に裂いていきます。スリットというかもうね、うん、シュッと切るやね。そうですね、もう切れ目を端から端まで長い方を入れていきます。これでパチンと切ってしまいます。これ、ね、短い方は切りやすいが、長い方がねスーッと切るのが面倒いよ。そうですね、でカッターとかでやったらなんかまたねちょっと滑ったら危ないですから、ね、もうできたらハサミでちょっとずつ切っていくぐらいの方がいいですね。これも角があるから手気をつけてな。そうですね、もうここ安全には気をつけて進めてください。で安全のためにっていうのもあるんですけど、もう一手間加えます。使いやすさやね。そうですね、もうこの短い方のストローですね、この切れ目のところの角を落とします。そうやね、これね痛いのもあるんやけど、ここ切っとったらね、はい、次からね開きやすいっていう。そう、なんかちょうどなんか片手で開くようになるので、うん、その時になんかすごく楽になります。そうね、これはまあ何を、まあ、大きさとかはあんまり気にせず、ね、なぜ角がなくなればええかなぐらいで、丸めるとかそういうんではないんで、うん、もうとにかくこの4つの角を全部切れば、はい、まあ、上下変わってもいけるっていう。そうですね、すごく便利になります。長い方もあれやね、あのまっすぐに切れとる方は変えていくね。そうですね、なんかあの尖ってる方はいいんですけど、うん、逆側の方はちょっと切っておくと楽になります。できればね尖っとる方の先っちょも切っときたいの。あれ痛いよ、チクチクだって。それはねあるんですけど、まあこれでも十分いけるということで、これで進めていきます。で今作ったこれがワンセットになります、うん、もうあとは縦ロール巻きたい本数だけこのセットを用意するということになります。 うちらが今回巻いたのが、16本。そうですね、左右8本ずつということでやってみます、うん。というわけで前回ストレートにしたジェンレフロイですね、はい、もう瓶の方に入って準備できているんですけど、こちらまずあの前髪がない子なので、センターパートやからね、はい、だからあの最初になんか前の方の髪を取って落ちないように後で結ぶための準備をしておきます。これ過去の動画にもやり方書いてるんで、そっち参考すればもっと分かりやすいかな。そうですね、これはなんか今の段階で結ばずになんかこう一応なんか前で垂らしておいて、うん、ここは巻かないよっていう部分を残しました。これでまあ初めにこう前の方を取ります、はい、なんかえらい髪の毛がねピンピンしてんのよ。まあね、この髪質っていうのもありますからね。これだからね、アニメータードール持ってる人とか、うん、同じドール持ってる人やったら、まあこのストレートになっとる意味がわかるんよ。あ、ここまでなってるっていうのはええと思うから。多分ね、この時点で髪まっすぐにしてるけどなんか曲がってるやん上の方とか。あ、なりますなります。だからもう本当油断ならないんですよね。でまあ前髪を作って、うん、次この全体の髪をまず半分に分けるかな。そうですね、やっぱりなんか縦ロールの太さが均等にならないとっていうところはあるので、はいはい、まあ、ある程度ですけどね、もうこれで半分半分にしていけば、うん、ある程度サイズが揃うかなということでやっていきます、まあ、要するにあの奇数じゃなくて偶数にしとけば、ね、持った太さの半分、うん、そのまた半分、うん、そのまた半分でいけば8対8、うん。そうですね、もうそれでいけば一番やりやすいかなと。そうやな、だからもっと分けるって言ったら次10と10になるから全部で20本やらないからなるけどね。そうですね、だからここで2つに分けたのをなんか3分割とかして、あ、それでやっていく手もあります。だ、ね、から12、12とか、うん、そういうやり方は可能です。半分を半分にして、はい、このままだったら2本しかないけど、うん、でこれをまたさらに半分か、はい、まあ、この16分割でやっていこうということで、もうここからはまたね、もう櫛を入れて、うん、で水で濡らしてっていう、もうなんか基本をやっていくようになるんですけど、まあ、一旦ここでまあもう一回ストレート確認やね。そうですね、もう綺麗にまっすぐになってるので扱いやすくなってます。これもあくまでも水かけてるんは、うん、その髪をまとめるっていう効果もあるんやけど、はい、それは多少で、はい、まあ静電気やな。あ、両方ですね。うん、まあでも何も染み込むいうもんじゃないや。うん、確かに。あとはもうね、あの扱いやすくするっていう意味ではありますね。まずこれ下の方から巻いていくパターンやね、今回は。はい、もう下から巻きます。できたらたわみがないのがベストですけど、少々たわんでいてもなんとかなるっていうところですね。まず下の方をこの7センチに切ったやつの分で、まずパチンと、はい、はい、これで押さえます。この時点でちょっと余ってたらこう引っ張ればいいね。そうですね、もうこれでかんくるくる巻いていくと、はいはい、この時にあんまりなんかこう髪の毛束が幅がありすぎると、はい、
ちょっとなんかそこでわやわやするというか、うん、間延びした感じになりやすいので、はい、まあまあの毛束まとまった感じで巻きつけていった方がいい場合が多いです。うん、この辺はなんかね、うん、失敗してもね何回もできるから、うん、あ、いかんと思ったらすぐ戻れますんで、そう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 、まあ、一瞬で肩がつくんじゃないから、うんうん、そこは気長にやれますね。多分この動画の中でも多分やり直してるよ、何回もやってると思います。そこはもうカットしてないんで、うんうん、でまあこれで最後になんかこう長い方というか切った半分ですね、はい、そっち側で止めてしまえばこれでもう完全に止まった状態になります。ちょっとまた2本目の方があるんでそれもちょっと見ていきましょうか、はい、2本終わったら早送りするから、そうですね、もうこれでもう止めてしまったら横の手があってかちょっと引っ掛けたぐらいでは取れなくなるので、そうやね、まあカバーしとるから、うん、まあそれ大丈夫かなっていう、そうですね、でこの2つに分けてるっていうのがすごく楽で、うん、もう先にこの止めてるとこね、私とかあんまりヘアアレンジとか得意な方じゃないので、これでかいなんか巻いてるそばからなんか跳ねてきたりとかするんですけど、あ、それはあるね、うん、だからなんか全部くるくるくるって巻いてから止めれたら一番スマートなんですけど、うん、それができないから先に一旦確定というか、はいはい、それができるのってすごくありがたいんですね。まあでもこの二分割しとるおかげで何を、はい、初めのところのやり直しが容易なんな、そうですね、これ多分もうやり直してるで、あ、なんかたるんだなと思って引っ張ってるもんな、そうそう、で引っ張ってかになんか変になんかそこでまたさらにたるみが出たりしたら、うん、もうすぐやり直したらいいですから、これもう先の方、あ、これもうやめるな、うん、あ、いかん、これやりすぎたわあ、いこれもう一回やり直しやめとこうっていうの、もうこの感じでいいんですよ、そうそう、だから納得いくまでやっていいし、もうなんか巻いてしまってかになんか、あ、いかんなと思ったらもうそこでみたいなところはあるし、これね、動画撮っとるって言ったらね、うん、なんかきっちりせないかんと思うけどあの悪そうにこうやり直しもちろん撮ってますもう何回もやってますね、うん、これでかいね、まあ、これでまあ2回目挑戦してちょっときつめに巻いてる感じかな、そうですね、あとはもうこのやっぱり毛先が揃ってないじゃないですか、ジェンディフォルトが、だからどうしてもなんかピンピン出ちゃうので、出ますね、そこはもうなんかごまかしごまかしにはなるんですけど、その辺のやり方はまた途中で言うかな、そうですね、毛先のやり方もね、だからね、この今のやり方だとその毛先のところが下になんかこう垂れちゃうやり方になるんですね、うん、でこれ以外になんかこうその毛先がなんか綺麗に丸くなって、はいはい、先が見えないようにしたい方もおられると思うんです、それもあの後半ちゃんとやりますんで、それは後半やりますんで、これでまあ長いやつで上から止めて、うん、まあ二分割なっとるよんは、はい、失敗したら途中で変えれるために、うん、そうですね、あ、これもう一回ね巻きだけを、うん、もう一回やり直してるな、そうですね、もうこれはね、なんかこうたるみがと思ったらね、そう、やっぱり何度もやり直したらいいと思うよ、うん、もうこれでいいんです、うん、なんか一発で決めようと思わなくていいし、そうそうそう、うん、あとこれなんか巻く方向なんですけど、はい、あの上から巻く方が好きな方もおられると思うんです、ああ、たるみがね、それはもう何もう気持ちどっちでもええよ、これは好みです、もうどっちからスタートしたから間違いとか全然ないです、うん、だからもう上からしたら楽なパターンもあると思うよ、そう、だから上からやった方がなんかこうそこにたるみが出なくてうまくいくわっていう方はそれでいいです、うん、うちらはなんか昔からなんか、うん、癖でこれでやってるっていう、そうですね、だからこれが今回やってるのが正解っていうわけじゃなくて、うんうん、うちらはこれで巻いてるっていう、そう、いろんなやり方正解がありますから、うん、もうどれでもうまくやれるやつがなんか手に合ったやつが正解でいいんですよ、うん、なんかもっといいやり方あるのそれまた教えていただきたいんで、そうですね、なんかアドバイスあれば全然書き込みでも何でもいいんで、うんうん、なんかこれでまたなんか取っといたやつを2分割して同じ太さのっていうところですね、ここからも同じ作業なんで、今度はコベ目線のカメラで、そうですね、これちょっと別のドールでやってるんですけど一つ巻いてみます、これスポーティーですね、そうやね、もう髪の色が、うん、一回なんかこうあのチリ付きを全部取った、はいはいはい、経歴がある方ですね、まあ、これそこの下の方から巻いて、はい、これで巻いてキュッと巻いて、うん、で髪の毛がこう巻いた分の内に隠れるっていうのが理想ではあるけどね、うん、まあ、ちょっとまあ面倒いね、それはまあやり方なんか後ほどですね、うん、でまあ短い分のストローでまずパッチンと止めると、パッチンと止めると、ここで一旦固定です、でまあくるくると、くるくる、これだけこう縦に回すわけじゃなくてこう横に回すもん、これでもいけるもんね、うん、そうですね、でこの時にまあなんかこの毛束のなんか広がりはもう好みで決めてください、うん、まあちょっとなんかこう小さめに巻いた方がなんかこう縦ロールっていう感じにはなるかなとは思います ね、 だからもうやり方によったら細いストローでもええんよ、 その気になればもっと細いストローでか細かいの巻いていくのでもいいですし、もう少し細いストローでかになんかこう少しずつ巻いていったら元のジェンドフローのカールが多分作れると思いますね、でこれで また長い分でパッチンと止めると、はい、まあ、こんな感じですね、これで全体をカバーということで、うん、まあ、コベ目線で見たカメラはこんな感じで、うん、これが早送りにちょっと戻りますね、はい、
あ、もうどんどん進んでますね。これね、同じ作業なんや、ずっと。そう、あとはもうあれですよね、あの前から見た時に両方が内巻きになるように、あの右半分左半分はなんか巻く方向が逆になるようにとか、そういうのはありますね。全部同じ方向になって困るね。そうですね、だからなんか耐熱ウェフティングとか売ってるのって全部同じ方向やったりするから、それをなんかあの縫い付けで感触毛したら全部同じ方向に巻いてることがよくあるんですよ、まあ、その辺は注意しながらね。そうですね、だから自分で巻いたら ねこういうのがなんかちゃんと向きできるので、はいはい、それはありがたいとこですよね。これ俺は巻いてないけど分からんのやけど、はい、この他のストローって邪魔になる感じ？あ、意外と大丈夫です。あ、そのもう手に当たるわ、当たったらこう取れたらどうしようとか、それもないの？ あの取れないので。あ、案外いけるんやね。すごいガッチリついてるので、うんうん、あの取れる心配あんまりないです。はいはい、まあ、これでほぼ完成というか、まあ、これでまあ前髪はやってないけど、はい、うん、それ以外がもう全部巻けましたということになりまして、これでさっき言ってた、はい、巻きのコツ、先の処理の仕方やけど、はい、これもう一つのやり方なんですけど、はい、この毛先がなんか下になんかビヨンって出てくるの嫌だなっていう場合ですね。そう、なんかチリチリの毛がね、うん、飛び出てきたりするんよ。そう、これの場合、あのこの毛先がちょっと上を向くぐらいの角度でまず最初に巻きます、はい、でここで一旦止めます。ああ、短いストローで止める、はい、上に向いた状態で止める、ピンと跳ねた。そう、上向いた状態で止めて、そこから上に向いて巻き始めます。あ、1段目の巻きの中に毛先が入るみたいに巻くよ。そう、これで中に入っちゃいます。なるほど。これをすればあの毛先がなんか外にだらしなく出てくるんじゃなくて、うん、中に収まってかになんかチョココロネ状態になるんですね。はい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 、でこれでいけます。まあ、でも何も、もし毛先が出てしまった場合でも、はい、小さいコテでもう一回こう内側に巻き直すのが、うん、今回のポリプロピレンの紙だったら可能やね。そうですね、比較的楽だと思います、うん、そしてそのまま放置して丸3日置きました、うん、72時間ですね。もうその状態がこちらになります。それでまあこれで前髪はもうね、あの先ほど1回くくったんで、はい、はい、もうその状態でもうあとロッドを外すだけということになりました。これ外し方は、まずあの長い方のかぶせたのをまず取ります。上に引っ張る、これ上に引っ張ってもいいし、なんかパカッと取ってもいいです。あ、多分パカの方がいいかもな。だからなんかこう上に取ったらなんかずれてくるとかいうのはあるんですけど、もうすでに癖ついてるので、はいはい、でこれ下は、下ももう、下はもう下に抜いてもいいし、はい、これでもう、で上にこう、そしたらもう上から支持体の棒を上に抜けば、はい、もうこれでか、これだけ負けてます。これ3日置いとくだけで結構粉になるんやね。そうですね、ポリプロピレン本当癖つきやすいですよね。あ、これは後でね、先っちょの方は後でミニコテで直しました。そうですね、だからあのこの段階ではまだ直してないけどね。ですね、だからさっきのなんかあの内側に入るタイプの、はいはいはい、あの巻き方してたらそこはもう触らなくていい場合も多いと思います、うん、じゃあ、まあ2本目もちょっと抜いていきましょうか。もうどんどんいきますね。長い方をのけて下の方を支持体の棒を持ったまま引っ張ると、はい、はい、で抜く。あ、なんかプルンと出てくるね。はい、だからなんか下の方のなんか巻きが買えなかったらここで分かるっていうね。はいはいはい、あ、でもなんか結構維持されてるもんやね。はい、もうどんどんですね。これでまあ3本4本5本6本7本8本折り返しと、折り返し、うん、ね、はあ、こんな感じでしっかり癖がつきました。これ久しぶりに巻いたけど、あ、すごい負けてんなと思ったもんな。あ、もうちょっと下からでもよかったかなとか思いましたね。あ、でもなんかこの巻いてるからその重力でか、ね、少しずつまた落ちてくるじゃないですか、下に。だからそれでか、ね、ちょうどいい頃合いになる時っていうのが来ると思うので。なるほど、うん、もうそれ込みで楽しめますよね。このままやったらもう巻いた直後やから、はい、すごいなんかもう上の方に巻きがあるけど、はい、これね、あのどうやら2時間ぐらいしたらもっと下に垂れてきて自然なカールになってくるんで、はい、そうですね、もうこのままでかい、なんか最後のなんかこう立ち姿とか撮影はしたんですけど、うん、ここからもっと落ち着いてきます、うん、見栄えも良くなってきますよね。多分このカールしたやつをでも手ぐしぐらいでバーッと解いてしもうたら、はい、多分ね元のジェーンフロイの巻きになるかなと。あのスパイラルな感じのパーマがなんかこれフォースだけでかいけますよね。もう少しだけなんか細かいストローでやった方がいいかもしれない。あ、まあ何種類かね、ストローの太さいっぱいあったら面白いからね。そうですね、いろんなこと試していけると思いますね、うん、でこうしてまあ無事出来上がったんですけど、はい、これ24時間経ったらやっぱりこのカールのなんか自重もあるので下がってきて、はいはい、あ、じゃあ今これ画面でくるくるショール分が出来たてで、はい、で今画面出たんが24時間後、はい、そうですね、なんかだいぶなんかこう落ち着いたというか、あの上の方はなんかグリングリンやったのが取れて、下になんかすごい下がってきてる感じ分かると思います。このぐらいの縦ロール
やったらうちなんとか OK、うんうん、これぐらいの方が私たちは好みなので OK なんですけど、うん、もしこのぐるんぐるんのパーマを維持したいっていう方がおられたら、はいはい、その場合はお湯パーマになりますね。そうですね、お湯パーマで、まあ、ジュッてやる意味じゃないけど、はい、まあ、熱々にして、はい、そしてすぐ、まあ、氷水というか、まあ、それで冷やし してでそれを冷ましたやつを乾くまでずっとそのまま形を維持するっていう。そうですね、それからロッドを外せばいいかな。そうですね、乾かないうちに外してしまうと、はい、水が含まれているのでより重いので、その自重で買いなんかまた下がってきてしまうので。あ、でもそれもまあちょうどいいかもしれんしね。そうですね、だからなんかこう調整という意味ではなんか早めに外して様子見るっていうのはありなんですけど、まあ、でもくるくるに巻いとるんがどうしてもって言ったら、うん、そういう風になってきますね。まあ、あとはあれかな、あのもっと細かく巻いたのと、うん、その先が細いドリルの、あ、うん、そうですね、もうその辺なんかいろいろ好みがあると思うので、好みの形に合わせて太さも変えていきたいし、まあ、そのドリルの分になってきたら、はい、まあ、ご自分でその何クレアファイルとかで、あ、そう形作ってからやったら、まあ、それは可能は可能なんよ。あのチョココルネ状にするやつですね。そうそういうやり方もあります、うん、まあ、その時の止め方とかはまたなんか考えないといけないですけど ね、まあ、そんな感じでいろんなやり方はあると思うんですけど、私たちの一例として紹介させていただきました、はい、最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。